こんにちは今日は「つれずれ草を読む」の186回目になります。取り上げますのは186段です前回185段5段を読みましたけどもそこには馬乗りの話が書いてあったんですけどもねこの186段も実は馬乗りの話でありまして。えー そうです、ね、このどういう心がけをしていたかというで前回は安典さんって言ったかなあるどういう人か、まあ、知りませんけど馬のそうなき馬乗りですね並ぶものがない素晴らしい馬乗りだったと。で今回もあ優れた馬乗りの話であります吉田という名前が出てますね吉田さんなんですね。 連れ連れ草というものはいろいろな自然の風景ですとか、えー、ちょっとした人と人のエピソードであるとかあるいは健康さんが考えている、えー、世の中というものはこうであるというふうないろんな、えー、自分の身の回りにあるものをあくまで健康さんの立場から考えていくと。単なる人の 言っていることを紹介するのではなく健康さんという世界に一旦引き込まれたものが文章になってこう書かれているわけでねで中にはねうーん昔の言い伝えみたいなことねこういうものはこうするもんだみたいなねメモ書き的なものがあるんですけどもそれが、えー、全243段の中に 段が変わるごとにあっち行ったりこっち行ったり関心が動くんですけどそれは「つれずれ草」の冒頭にある序に書いてありますねににになななるままに日暮らししすずりに向かいて心に移りゆくよしな仕事ですねなんだかわからんけどふっと思いついたものを書いてるんだというふうに言いますけどもそのひらめきをきちんときちんきちんきちんとどうもその時々に えー、紙に書いてあったんでしょう、えー、とにかく今回はこれ4行ですけどもね短いのは1行ぐらいで終わっちゃうし長いのは、えー、このあと 2, 2つぐらい後に長いのがあるんですがなんせ、えー、30行もあるようなそういう長い文も書いている。でそれが実は短いもの長いものを総合して健康さんの思想を を示していると健康さんの思想どこにありますかって言ったら書かれたものから、えー、感じられるものが思想でそれを今度は私たちは私たち自身の思想で向き合ってですね健子さんの思想を、えー、読み解くという思想を我々自身が、えー、操作しているわけです。 そこが共有できた時に700年を超えて「ああんこさんそういう人ね」というね人が知れるというねそういう面白さが「つれづれ草」を読むためにはあるわけでございます。で今前置きが長いんですがこれ言っときますと私があの私はこれから読もうとしてましてねその声出して読むために、えー、必要な手がかりをまず置いとこうと。 いきなり読むと間違いますから切り方であるとかアクセントであるとかそういうものをね注意しながら、えー、この赤で印を入れてきますでこれが何だ面倒くせえなと思う方は、えー、この動画の下に「何分何秒」という字糞をあ分秒を入れときますんでそこへ飛んでくださるといきなり私が最後に読み通しているところに当たりますのでうんなんか説明面倒くせえやと。 いう方はそこだけでもぜひお聞きになってくださいで、どの動画もそういう風な提算になってますんでね、えー、説明がいらなきゃそういう風にあの聞いてくださるとありがたいであとは続けて聞かない方がいいですよこれは続けてね今日はつれずれ草をねいや30分聞いちゃったっていうとね一つ一つの味わいっていうのはなくなりますんでねそれはやめた方がいいと思います ですから今日は一つ聞いたら一日中それを、うん、噛みしめるようにふと,しふとまた、えー、何か気にしているといいことがあると思います。つまり健康さんのこれっていうのは単なる雑談ではなくてその奥に思想といいますかね哲学があるんですね。時代を越えて誰にでも思いい当たるるような、あるいは、 その別の分野にも応用できるようなね教訓というか知恵みたいなものがあるんでそれがまあ哲学思想というものだと思います、えー、では読んでいきましょうか第186弾です吉田と申す馬乗りの申し半べりしはでここもねこういうのよく抜けるんです ことなんです吉田という馬乗りの言ったことでこれ大抵ね「申しは」申しとか「ハンベり師」っていうのは献上なんですけどもねですから健光さんもそうだけど今落語を連想したんだけど落語家の話は大体献上で話してますね。だからハンベリシの馬乗りが言った,言った ていたことでございますが、という風なね。そういう健常的な言い回しになってるですから、読み手を想像想,想定して読み手はに対して自分はそういう風うに言うんだとで毛敷っていうのをね。これも言ったんでございます。というね。うんだから聞き手に話を、うん、聞き手に対して献上してるんであって。 えー、吉田さんの言った言葉が聞き手に献上してるんじゃないというね <laughs> 微妙なことを言っていますがまあいいでしょう。で何と言ったかと言いますと「馬ごとに怖きものなり」「馬ごとに」っていうのはこれも分かりますね。あでこれはね黒丸がついてんです私私はこれ前読んであこれわかるなっていうのはね丸をつけとくんですね。 わかったのは嬉しいので丸がついてます186段かなり分かったと。うん、馬ごとに小小小物なり小秋ですね小秋は今の「小秋」でいいと思いますよ。馬ごとに小秋物なは書き出しのね、えー、私はこの出のところにはこういう,うくくりはつ使わないんですこれここに「カか丸」をつけるんですね。 馬ごとの、ね、馬がデカ丸なんでだよ。で大体日本語の読み出しというのは言葉のまとまりごとに2音説明が強くなる。日音説明が強くなって話の始まりが話の始まりがよく分かるようにっていうね今私はあえてやりましたけど。えー、区切りのところで 2本目が強くなるのがだいたい日本語のこう読み方の八割方それ当てはまります馬ごとに小脇者なりここで止めてます止めるときはこれねだから馬それぞれにね、うん、あの小脇っていうのはねあの怖いとか恐ろしいとかあのドキドキしちゃうとかねそういうものなんですけども えー、おそお恐ろしいといいとう意味でではないですね馬ごとに小秋あと小脇っていうのはね硬いっていうのがあるんですよ。硬い。このご飯ちょっと怖いねってあの「こわ飯」なんて言うけどもね硬い。でこの「小脇はだから「硬い」から始まって「硬い」の「なん」っていう字書きますね。分かりがたいっていうね。だからこれは難しいというような含みがあるんですよ。つまり あの日本語のごく短い、えー、2音か3音の組み合わせが他の言葉にも応用されるってことはねこの「怖き」「怖い硬い難しい」っていうふうなねそういう意味があるだろうということを感じますね。馬ごとに怖きなり馬,馬それぞれぞが難しいとかねそっちの方が強いかな怖いというあの恐ろしいというよりもね、うん、そっちの方が強いかもしれない馬,馬それぞれ見抜くのは難しいよと。 人の力争うべからずと人の力争うべからずと知るべしこれもまとまった教訓です人の力では競争にならないと争うことが難しいと人の力では要するに馬を勝手にできないというふうなね争う競い合えないと馬の方が強いということでいいと思いますよね。 人の力争うべからずべからずのべからずべからずこれ高いかもしれないねべからずじゃなくてね争うべからずと知るべしですこのべしは止めですどうして人の力で馬を抑えつけられないのか馬の方が強いよと で何をするかというと、乗るべき馬をば。乗るべき馬は乗ろうとする馬ですね。まず、まずよく見て、次にと。まずと次にが対応しています。第一は乗るべき馬をよく見ようと。この辺から哲学になってくるんですけども、何でも人を見る目にも通じるようなことが言われている。 乗るべき馬をばまずよく見てとまずよくのよう強いですよ強きところ弱きところを知るべしですねと言ったと吉田さんがね次に何を見るかというと靴は蔵の具に道具です付属品です靴はこれ馬の口にたかですね蔵っていうのは蔵ですね乗るとこですね 靴は倉の具に危うきことやあると見てあると見たんだあれ。ちょっと危ねえなと。危うきですね。この方も危うき危不きじゃないです。危うき。これもあのくくりで深い音ですね。危うきことやことやことやあると見てのこのあるとはね高くなります。 こととやあると見て矢目振っておきましょう危うきことやあるとみて心にかかることこれ心がかりっていうのはこれはね心配です心に引っかかるんですあれどうかなだから心に引っかかるようなことがあったらばその馬をはすはすはす,はすじゃなくてはすべからずはすべからず。はすべからず ハスベカラズ、ハスってのは駆けらせる、走らせる、ハスベカラズと言ってます。ねえ。えー、靴わだとか、蔵の具、うん、道具に、あれ、ちょっとこれ危ないぜということを見て、ちょっと気にかかったらば、その馬を走らせるな。その馬をハスベ、ハスベカラズ、走る、ハス、ハスベカラズ。 はかやっぱ「す」でいいかな大体いい迷った時には後ろにしましょう日本語は大体いい後ろアクセントが原則です頭にアクセントくることはほとんどありませんほとんど少ないですその馬をはべからず走らしちゃいけないこの用意を忘れざるでこれもね この用意この心がけですこの心がけを忘れざる人が抜けてんですよ。忘れざるをこれ「ざる」連体形と言いますけどね「忘れざる何を「馬乗り馬乗り」とは申すなりそういう人を馬乗りと言うんだとこれ「悲想のことなり」「悲想のことなり」 なりともうしきもうしきの死で止まる「非っというのは秘めた秘密秘密秘めてお、えー、く像は蔵ですね蔵にこう置いておく秘めて置いておくの悲相のことなりだから秘密として明かさないというか私が大事な 教訓として自分が心に留めておくことだよということを言ったんでしょうね吉田さんがね悲とというののはまさにここ文脈でで言えることですね。でよくあの何でもかんでも辞書を引く人いるんですけども私はあのこのシリーズではほぼあの上の本の注釈は見てますけどもねあえて辞書は引かずに。 ここの文のこの文文脈で悲壮といいうううのはどういう意味ですかとこれ吉田さんは人に喋ったんですから <laughs> 秘密のことだというふうなことでこれ秘密だよっていうふうに言ったら面白いんだけどもいや、えー、深く自分が大事にしてずっと思っていることなんだよとでもこれはあなたに言いますよっていうふうなねそういう。 これ秘密だけどねっていうようよなねこれはあ,のあんまり言わないんだけどねっていうなんかそのもったいなさがね感じられるでそれを健康さんが吉田さんから言われたわけだからその健康さんもこの吉田さんの言うことでいやーやっぱいいこと言うなということで186段に記録をしたということになるでしょう。というわけで通して読んでみましょう。 第186弾「吉田と申す馬乗りの申し半べり氏は馬ごとに小き者なり人の力争うべからずと知るべし乗るべき馬をばまずよく見て強きところ弱きところを知るべし次に靴は蔵の具に 危うきことやあるとみて心にかかることあらばその馬をはすべからずこの用意を忘れざるを馬乗りとは申すなりこれ思想のことなりと申しき。 えー、最初のところはですねこの2文目の「人の力争うべからずと知るべし」っていうのねこのあとにもうちょいと吉田さんが何を語るかっていうのは今聞いてみたいなというふうに思いましたけどもねそこは語らずに、うん「人の力で争えない」いやとにかく馬を優先させる。 馬をきちんととと見てそれに従ううしかないということですねで従うというものもただ自分の直感でもっていやちょっと危ないぜその危険を感じたら避けるというねそういうものに乗っかっちゃいかんよというねそういう重大な教訓があるわけですけどそういう注意力ですな。 簡単に馬に乗ったらとんでもない暴走馬でね、それに振り飛ばされて自分が怪我をするなんていうこともあるわけ。で、まあこれも現代社会、我々が教訓とすべきは、そういうよく見ろと。強きところ弱きところというのは、それはメリットデメリットみたいに今言いますけどもね。メリットデメリットよく考えて、自分が馬に乗るかどうか判断しろと。もし気持ちがね、この馬に。 ちょっっとと怪しいなこのまま怪ししいいななこの思ったらそれは避けた方がいいそのまま走らしちゃいけないよというね、えー、今私は、うん、特に現代社会のここ34年の、うん、現実問題をと重ねて今お話をしましたけども700年前のこういうことからそういう共通する教訓が読み取れるというのはまさにつれずれ草が哲学思想の 書であるということがわかるかと思います。というところで、どうもありがとうございました。